ああ、ええ。あぶたいき。150.1。一個目唐揚げ丸じゃねえかよ。唐揚げ丸、唐揚げ丸。僕は学んだよ。なんだい？無意味に音を出してはいけない。大声とかそういうのね、大きな音を出してはいけない。おお。ああ。うるさ。今のは無理じゃない。じゃあなんだ。ん？おたけびだ。そう、アスリーナにあったおたけび。おたけびがでかいほど求愛行動の威力が強いという。しかしメスは大きい、大きければ大きいほど去っていく。いつもハエの仕方間違っとるんだそれ。汗がかき回しが、ね、引っかかりよくなるっていう。だろ？そうだね、本当そう思うよ。病気、うん、よく分かってるよ。どうだ。おかしいと思ったよ。すごいな。こんな気づかないことあるって。じゃあなんかおかしいなって、やってる途中に振動してないんだよ。あ、そっか。お、これ来てるかと思った。最近ハマってる曲ない。ひらめきので流れた歌だな。どの歌だ。やっぱりねてれてれ、やっぱりねてれてれ、やっぱりねてれ、やっぱりねてれ。ダメだ、わからない。疲れすぎ。もっと歌っていいよ。リハラメラ燃え上がるわいよ、愛よキラキラ。お前全然ピラミッキーじゃないんだけど、全然違うんだけど、30分も探したんだけど。あ、本気の出し方の方向性違うな、確かに。いや、俺本気出すわって言ってるだけでさ、痩せる、あのダイエット本気出すわって言ってないんだよね。あーあーあー、もうダメやん。株落ちたわ。落ちた落ちた、大暴落。筋トレは量も大事ですが質の方が大事ですよ。うるせえな。うー、今しょうやそのレベルにいないんだ。最低限だ。やればもう完璧合格、そのレベルだ。あいつらトレーニー三流で、トレーニー三流、トレーニー三流と。ジムに通い始めて1ヶ月目ぐらい、おい、まず筋トレしてる時点で偉いんだよ。それが一流の答えじゃん。偉い。もう感じた、やばくな感じが来てるぞ。逃げろー。前半何も聞かなかったわ。おじゃぶらさん聞いてくださいよ。最近俺の周りでリア充が大量発生しています。どうしたらいいです？君もリア充だ、文句言うな。イナゴの大量発生みたいなもんだ、そのうち消える。人を今イナゴと例えてすごいぞ。季節性のものだ。食べれるやん、うまそう。佃煮佃煮カップル食べれるやん、うまそう。リア充、え、あ、やべやべ。先生、なんで佃煮はダニじゃないんですか？バカすぎ。一回脳を洗ってこいっつって。そういえば今日好きな人から手を振られたり、一緒に会話して帰ることができました。これはダイエットですか？そういうな、気があるとかじゃないんだね。ダイエットですか、ね、気が狂ってる。あダイエットです。あ前に翔平さんに服についた粉状を床にボロボロ落とす行為が口は楽で嫌だからやめるって言ったじゃないですか。またリバウンドですか？あ、リバウンド。それとの因果関係はどこにあるんですか、アキス様。答えろ。じゃれが顎の骨、俺と交換するぞ。お前今日マック食ったよな、やったか？やってねえよ。マックを暴露しました。めっちゃ暴露や、ほんとに。どうしてくれるんだよ。お前ら赤ラブ出すんじゃねえぞ。俺は食事制限するとは言ってない。いや、僕もね、夜マック食べたかったんですけど、そこは我慢して単品のチキンクリップスと、あとチーズバーガー頼んだわけですね。そしたら、醤油が気を利かして、チキンクリップじゃなくて、チキンバックナゲットを買ってきてくれたんですよ。正直言って、正直言って、チキンクリップは買ったんだよ。ハンバーガーとチキンクリップは合わせて食ったんで。あったのかよ。貧乏贅沢負けハッピーゲーマイチキングループービーンブッシュあじゃあコロンビアのポーズできる。ざったかな今の。あーああ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 、ラッコだ。何を持ってるんだろう。
セルライトブチブチ言ってるよ脂肪蓄えすぎだよ今脱線石器作ってるぞバカダメージがね石にちょ漏れそうだったお腹つる危ねえ今ね筋肉ひっくり返りそうだった黄色どこに腹筋があるんだおいフェルトあるぞあフェルトじゃねえやっぱ人間と同じ作りしてるんだねぶっ殺すぞさすがにそれはぶっ殺すぞ許さんよ根本のプチプチみたいなこれ以上前行ったらお腹がつるの分かっているんだしかし俺の腕も今限界なんだどうやって見ながらおうか一気に手をパッてやって倒れるしかない怖っ内向いてから大丈夫だよはいせーのうっおおはいノートレみたいだなお前IQ8 ぐらいだろ彼の腹筋をつらせるなって何そのメイドインマルサーバルメイドインマルみたいなちょっと思ったイングリッドアドベンチャーどの実況者もみんな単発やるのにこのチャンネルだけ146日もやってるの翔平さんミルキさんもすごいもん146ではないけどダイエット146であってリングフィットとフィットボクシングを交互にやってますね途中からまあでも単発じゃないねつまりどの実況者も基本的に運動不足であのたるんだ体をしてるんだみんなが推しに推しているあの VTuber 誰も彼女がたるんだ体をしてるんだやばいなやばお前敵に回すぞめっちゃ敵に回したわ日々ランニングをして筋トレするやつはこの世にそういないここが一番たるんでるんよこの映像だけじゃなえでもさ脂質と肝機能だけだよ腰痛いかかったの他はバッチリだから血圧ダメだろ血圧ちょっと高いけどうぜえ靴紐を結ぶと過呼吸になるめっちゃ肺ないくなくなる呼吸できんからねデブはマジで俺は思ったんだよロキもう彼女できんくてもええわともうなんすかって、まあ、まず給料が少ないからよ仮にさ彼女でいたところ金がねなくなるだけだからまず無理なんだよおでまずこの体だよおできる見込みすらねおお来週ボーナスが出るよニアス貯金したいと思っちゃったあれやま貯金は別によくねいや貯金したいと思ったらよもう今後一生ぼっちで過ごすようなことの、ね、前触れやんだって別にダイエット器具必要ないもん金かかんねえよ本当じゃんダイエットして金稼いでるじゃん俺ら今さらだかよ YouTube で見てくれてる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 てランニングして筋トレすらええやんそれで痩せるのにおおでも泳ぎたい海行け泳ぎ海だって海坊主と間違えられてよ飛ばされちゃってどこの話してんだろう海坊主が出たなうるさあやあそれおばあちゃんねああ、おばあちゃんだひろゆきさんみたいな女の人だったらワンちゃん構ってくれるかもしれないやば、無理だわ僕女だったら無理だわひろゆきさん、面白い人が好きな女性もいるから自信持ちな会社で俺を見る目は何だか分かるか恐怖の対象だよ、分かるかなんだそりゃブギーマンか何がかお前基本的に体がでかいやつはな怖がられるんだよそれさすがに被害妄想が過ぎないお前もう目つきが悪い恐怖ってか興味の対象だろもうでかっておもろこの人って感じだろきっと山が動いたかと思ったっつって山つかみだってもう入んな俺浮いてるやんうっぶわおなで浮いてるからミームだいろんなミームの顔してあるあるその顔そんななったっけ怒ってる顔
アイランド決定7、全額支払われるらしいボーナスのボブナッツ。ボブナッツってなんだよ。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。もしこの兄弟を気に入っていただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。その他の動画もチェックしてくれると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ずっとそれ